ジジプラス、もしも七海健人と二人っきりの朝のオフィスで出くわしたら。サラリーマンの朝は早い。新入社員の中にはまだ日が出て間もない時間帯に出勤する者もいる。この日私はいつもよりやや遅めな時間帯に目が覚めた。前日抱えている仕事が長引いてしまって帰りが遅くなってしまったためだ。そうは言っても疲れ切っているのは他の人も同じで、自分だけが疲れた姿を見せるわけにはいかない。凝った体をほぐしながらオフィスに出社すると、すでにデスクについて仕事を始めている人の姿が見えた。おはようございます、七海さん。おはようございます。昨夜遅くまでお疲れ様でした。ずいぶんと早いですが、疲れは取れましたか？七海さんは私よりも一回り年上で、入社した時から失敗続きだった私をずっと見守って育ってくれた恩人であり、私にとって理想の上司と呼べる人だ。珍しい。香水ですか？私の香水を変えたという変化に気がついてくれるとは思っていなかった私は、不意をつかれ驚いてしまった。ああ、これ同期の子から旅行のお土産でもらったんです。せっかくだからつけてみました。七海さんが気がついてくれたということに喜んでいることを悟られたくなかった私は、たどたどしい感じで思わず返事をしてしまった。ああ、合いませんか？私には。いえ、そうではありません。ただ私はその匂いはあまり好きではありません。やってしまった。まあ人によっては嫌いな香りもあるだろうけど、よりにもよって七海さんに好きじゃないと言われてしまったかと内心がっかりして、この匂いお嫌いですかと七海さんへ返すと、ええ、好きではありません。またはっきり言われてしまった。その時私の表情がおそらく曇ってしまったんだろう。七海さんが続けてその理由を話し出した。その香水はあなたにとても合っていると思います。ですが私はあなたがもともと持っている香りが好きなんです。あなたの香りがね。朝から憂鬱な仕事で気分がめいるかと思いきや、とんでもない不意打ちを食らってしまった。私はあっという間に顔が真っ赤になっていった。おやおや、なんだか顔色が優れないようですね。そんなことで今日一日乗り切れますか？少しだけいたずらな表情でそう言ってきた七海さんに、私は無言で首を縦に振った。七海さんの顔は見れなかった。